ジャン・ランヌは、ナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人、元帥。イタリア方面軍のローラン、または、大陸軍のローラン、フランスのアイアース、大陸軍のアキレスと呼ばれた伝説的な勇者として知られる。モンテベロ公爵、シェビエシ公爵。少年時代のランヌ古作農民研究部員の子として生まれた。 貧しい少年時代を過ごしたが、その頃から度胸と面倒見の良さで郷里では知られた存在だった。父の勧めで染物師となるべくデッジ母校に出たが馴染めず、フランス革命が始まるとすぐに職を投げ出して、国民衛兵隊に志願する。当時志願は兵士の五戦で選出していたが、ランルは最初から不評少位に選出された。ここから彼の軍歴が始まる。 その後しばらくピレネー方面軍で勤務するが、その人間離れした勇気と不傷や死すら恐れない精神力ですぐに有名になった。わずか3年で大隊長にまで昇進したランヌだったが、1795年に上官との異境か,から落とし入れられて強制的に除隊させられる。しかし軍隊こそ自分の生きる道だと信じていた彼はすぐに一兵卒として、 イタリア方面軍に潜り込む。ランヌはここでも、その際だった勇気で知られるようになり、すぐに軍曹に昇進した。翌年、イタリア方面軍司令官として着任したナポレオンは、元少佐の軍曹の存在を知ると興味を持ってあい、その勇気と率直な性格を評価して少佐に復帰させる。このイタリア戦線でランヌは、数々の武勲を挙げ、特に、アルコレの戦いでは常に、 軍の戦闘に立ち、3日間で3度の重傷を負いながら、戦い続けるという働きを見せた。その勇気に感動したナポレオンは、アルコレで敵から奪った軍機にメッセージを添えて、ランルに送っている。以後ナポレオンは、ランルを部下として、より友人として、偶するようになり、その関係はナポレオンが皇帝になっても変わらず、ランルが死ぬまで続いた。ランルは続く。 エジプト遠征にも従軍し、師団長でありながら、兵士の戦闘に立ち活躍する。何度も負傷したが屈することなく、戦い続け、その名声はいよいよ高まった。ナポレオンの親友だったドゼー将軍は、ランヌを勇者の中の勇者とは、まさに彼のことであろうと激称している。1800年に中将に昇進すると、単なる前線指揮官としてだけでなく、 将軍としての適性も見せ、マレンゴの戦いでは劣勢の前衛部隊を指揮して、オーストリアの大軍を反日支え続けるなどの活躍を見せる。私生活では最初の妻が密通して駒で儲けたため離別し、ナポレオンの妹カロリーヌに求婚しようとしたがミュラに先を越されるなど、不運が続いた。しかし結果として、ナポレオンの仲介で、 宮廷一の美女と呼ばれるほどの美しく聡明な夫人と再婚することとなる。ミュラが完璧の強いカロリーヌに振り回されたことを考えれば、これはむしろ幸運なことであった。1804年、ナポレオンが皇帝に即位すると元帥に昇進する。ランル元帥・ランル夫人、ナポレオンの即位後も主要な戦役には全て参加し、彼の 第5軍団は大陸軍の用として活躍する。オーストリア戦役では、領有、ネー・ゲンスイと共に、ミュラの指揮下に組み込まれて、大いに不満を持ったが、戦場ではこう競うように活躍。アウステルギッツの戦いでも、左翼指揮官として、ロシア軍を破る。続く、プロイセン戦役でも活躍しているが、この時も不仲なミュラと共に行動したため、お互いが、お互いを非難する。 報告書を山のように残している。総じてランヌは前衛としての敵軍の阻止や拠点攻略を任せられることが多かったが、諸兵家を連携させて戦うことを得意とした彼はよくその任務を果たしている。品種のランヌ1808年、ランヌは降着しつつあったスペイン戦線を任されることとなる。序盤で重傷を負ったものの、まずスペインの野戦軍を撃破。 ついで苦心の末に、サラゴサを攻略する。この戦線の悲惨さに心を痛めたランヌは、次第に戦争を富むようになったという。サラゴサ攻略後、スーシェに後を託すと、翌年には、オーストリア遠征に参加。レゲンスブルク攻略戦では、あまりの苦戦に怯えた部下を知ったし、私は元帥である以前に、敵岩兵であると叫ぶや自ら梯子を掴んで、城壁によじ登ろうとしてみせ、 奮い立った将兵たちと共にこの権類を陥落させた。その後5月22日、アスペルン・エスリンクの戦いで優勢なオーストリア軍と、交戦、敵弾をものともせず陣頭指揮を取っている最中に、足に砲弾を受けて倒れる。右足切断の緊急手術を受けた後ただちに、構想され、一時は、昇降状態になったものの傷口が可能して容体が、悪化、31日に死亡した。 ナポレオンは倒れたランヌに取りすがって涙を流して嘆き悲しんだという。ランヌは戦死した最初の帝国元帥となった。モンテベロ公ランヌナポレオンの元帥たちの中で最も皇帝に信頼され、個人的な友情を得ていた。皇帝即位後もランヌはナポレオンを君と呼び、ナポレオンもそれを喜んで認めていた。ナポレオンは後に後悔そうしている。 ランヌという男は、最初は、精神よりもまず勇気が勝っていた。しかし、精神の方も、日々高まっていき、ついにはバランスが取れるようになった。私は、ちっぽけな人物だった。彼を登用したが、失った時には偉大な人物となっていた。また、ランヌが致命傷を負った際、皇帝は、ランヌの地で、自分の軍服を主に染めつつその体を抱きしめ、生きてくれ。 頼むから生きてくれと何度も繰り返したという。ナポレオンからこれほどの遊戯を得ていた人物は、おそらく他にいなかったであろう。指揮官としては、人間離れした勇気と負傷をものともしない、不屈の投資が心情だったが、単なる猛将ではなく、ナポレオンが十回したように経験を積むごとに戦術に、熟達していった。前衛を率いての構成を得意とするだけでなく、 多数の敵を引き受けての粘り強い防御も巧みにこなし、特に不評、騎兵、砲兵を連携させた式ぶりは他の追随を許さないものがあった。ナポレオンの指示を独自に解釈して行動することができる数少ない元帥の一人でもあった。際立った美男子ではなかったが身なりには気を使っており、指揮官は兵士の目には結婚式の夜の花婿のように映らねばならないを。 モットーとして、戦場でも華麗な軍装を身にまとって、将兵を鼓舞した。短期で劇場家ではあったが、常に先陣を切って、戦場をかける彼の姿は一種信仰的な支持を集めており、将兵には絶大な人気があった。非常に誇り高く名誉を重んじる人となりだった。ことから、同僚の中では特に、ミュラとその親友、ベシェールと仲が悪く、スールトや、 ベルナドットとも剣悪だった。親しい友人は、ナポレオンの他には、ドゼ、ネー、スーシェなどだったという。彼が死んだ時、ナポレオンは次のように嘆いたという。フランスにとっても、私にとっても、これほどの損失があるだろうか。パントンにあるランヌ・ノポヒ、ジーン・ロン、ドゥック・デ・モンテベロ・フレンチ・ジェネラル・インスイクロープディア、ブリタニカこの戦いの前、優勢な敵に怯えたミュラと、 スールトに頼まれて皇帝に退却を進言している。必勝を確信していたナポレオンは、君が退却を進言するのは初めてではないかとからかい、それに追従した、スールトが、事前の話とは逆に、退却は論外だと言い出したためランヌは激怒、スールトと決闘寸前にまでなっている。以後、ランヌは、スールトを深く憎むようになった。一説には、これは、 そのように落ち着いて見えていなければならないという意味であり、見なりというより態度についての言葉だったとも言う。ありがとうございます。